マリオ・バーナード・チャルマーズは、アメリカ合衆国、アラスカ州アンカレッジ出身のバスケットボール選手。NBA のマイアミヒートに所属している。ポジションは、ポイントガード。高校は、アンカレッジのバートレット高校でプレーし、3年連続州の年間最優秀選手に選ばれた、史上2人目の選手となった。2002年と2003年には、 州のチャンピオンシップに導いている。高校卒業時にはライバルズ .com とスカウト .com のポイントガード部門で2位にランクされた。大学はカンザス大学に進学。2005から06シーズンはベンチスタートとなったが1月には先発に昇格。2年目の2006から07シーズンには平均12.3得点まで成績を伸ばし、 ビッグ12カンファレンスの最優秀守備選手賞、カンファレンスサードチーム、カンファレンストーナメントの、モーストアウトスタンディングプレイヤーなどに選ばれた。2007から08シーズンは12.8得点4.3アシスト、3P 成功率46.8%を記録、通算97スティールは、同行の1シーズンにおける、歴代最高記録となり、 カンファレンスセカンドチームに選出。カンファレンストーナメント決勝では30得点を挙げる活躍を見せている。チームは NCWA トーナメントを順調に勝ち抜き、ついにはファイナルに進出。デリック・ローズ擁するメンフィス大学と対決した。試合は終盤にカンザス大が3点ビハインドを背負うも、残り2.1秒にチャルマーズが劇的な 3P シュートを決め、 試合を延長に持ち込む。カンザス大は延長戦を制し、優勝を果たした。チームを優勝に導いた、チャルマーズは、大会のモーストアウトスタンディングプレイヤーに選ばれている。全米が注目する NCWA トーナメント決勝での活躍により、一躍名声を高めた、チャルマーズは4年生に進学することなく、2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。 ドラフトでは2巡目全体34位という低い評価でミネソタティンバーウルブズから指名を受けるがその後若いポイントガードを探していたマイアミヒートへのトレードが決まった NBA デビューを控えた9月の新人研修ではカンザス大学時代のチームメイトであるダレル・アンサーやヒートでチームメイトとなるマイケル・ビーズリーと共にマリファナを吸引し さらに女性も連れ込んだとして2万5000ドルの罰金を課せられるという騒動を起こしている。チャルマーズはドラフト時の評価は低かったが、ルーキーシーズンはその評価を覆す働きを見せる。チャルマーズは開幕戦から先発に抜擢され、以後やはり先発に抜擢された全体2使名のルーキー、ビーズリーがシーズン途中にベンチ降格となる中、 全82試合に出場を果たし、最後まで先発の座を守り通した。チャルマーズは10.0得点4.9アシスト2.0スティールを記録。2.0スティールはリーグ全体でも4位に入る高記録だった。ヒートはチャルマーズの予想外の活躍もあり、プレイオフに進出。チャルマーズはオールルーキーセカンドチームに選出された。 その後2010年に、レブロン・ジェームズが加入し、ヒートは、ドーエイン、ウェード、クリス・ボッシュも加えた、スリー・キングスが形成され黄金期を迎え、4年、連続で NBA ファイナルに勝ち上がり、2012年、2013年と NBA 連覇を果たし、チャルマーズも勝負強さを見せ、連覇に貢献した。しかし2014年の NBA ファイナルでは、サンアントニオスパーズが、 トニー・パーカーやパティ・ミルズなどが中心となり、チャルマーズの精神面を格乱する多彩なオフェンスを展開したことで、チャルマーズは苛立ちを隠せず、攻守両面で制裁を欠き、対5戦ではスタメンから外されてしまい、そしてヒートは1勝4敗で敗退した。2014年夏、ヒートは不審に陥った、チャルマーズと2年契約で再契約したが、チャルマーズ本人は、 再契約されるとは思わなかったそうで、ヒートのチーム関係者からは激励されたという。しかし迎えた2014から15シーズンは、スタメンから外される試合も多く、さらに、トレード期限日に、ヒートはポジションを争っていた、ノリスコールをニューオーリンズペリカンズに放出した代わりに、フェニックスサンズからゴランドラギッチを獲得。その後は、完全に、 シックスマンに固定され、それに対して、地元メディアに不満を漏らすなど、チャルマーズは、選手としてのキロに立たされ、トレードの噂が絶えなくなっていった。2015年11月10日、米のウードリック、ジャーネルストークスとの交換で、ジェームズ・エニスと共にメンフィス・グリズリーズに移籍。加入直後の11月16日の、オクラホマシティ・サンダー戦では、 自己最高の29得点を記録した。その後もシックスマンとしてプレーするも、2016年3月9日のボストンセルティックス戦で右足アキレス腱を断裂する重傷を負い、翌日解雇された。2016から17シーズンはプレーすることができず、2017年7月18日にグリズリーズと再契約。マイアミヒート時代に共にした。 デビッド・フィッツデールの下で再起を期すことになった。2018年以降は NBA でプレーすることができず、海外リーグで現役を続けていた。2021年12月19日、グランド・ラピッズ・ゴールドと契約し、NBA 復帰を目指すことになった。2021年12月31日、古巣のマイアミヒートと10日間契約を結び、4年ぶりの NBA 復帰を果たした。優れたクイックハンドと長いウィングスパンを武器にアウトサイドディフェンスで才能を発揮するコンボガード。オフェンスではペリメーターからのシュートを得意としパスを通す技術にも優れている。純粋なポイントガードではないためポイントガードとしての技術を高める必要がありまた自らシュートチャンスを作り出す技術にも磨きをかけなければならない。 ありがとうございます。